ピアソンは、イギリスロンドンに本部を置く、メディアコングロマリット。歴史的には、油田開発で利益を上げ、ロンドンラザードを支配した時期が長く、出版社としての歴史は20世紀後半からとなる。また、出版以外にも多様なメディア産業を展開している。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。ピアソンは1994年にソフトウェア、ールワーク、 を1996年にハーパーコールンスを買収した。2015年現在、ピアソンの出版事業はイギリス、インド、オーストラリア、ニュージーランドで最大規模、アメリカ合衆国、カナダで2番目の規模である。特にアメリカ市場での売り上げが全体の6割を占め、同国の教育出版市場で主要プレイヤーとなっている。こうしてみると、 マルチメディアとしての側面ばかりが目につくが、かつてのピアソンは全く違っていた。ピアソンはピール銀行条例の年にサミュエル・ピアソンが起業した。1856年に兄のジョージが参加して S ・ピアソン &3 という社名となった。翌年に本社をブラッド・フォードからヨークシャーへ移した。水道インフラを整備する事業は順調に拡大した。 いよいよ大不況が来るという1873年に、ウィートマン・ティアソンが参画し、6年後には、祖父のサミュエルから、会社の株を譲り受けた。1884年に本社をロンドンへ移し、この時から第一次世界大戦が起きる年までに、ウィートマンは実に67の事業、4300万ポンド分を受注した。このうち45.5%が、 中南米のプロジェクトであった。英国政府が主要な顧客であり、例えば1892年から5年がかりで、ブラックウォールトンネルを造成した。様々な港湾、ドックの整備を成し遂げ、今や議員として政治に、顔の利くウィートマンは何かと、メキシコ対策委員としてもてはやされた。そして、メキシコに、運河や鉄道を敷設していった。ウィートマンは、 メキシコのポルフィリオディアスと信頼を深めていき、利権を分け合うようになった。1901年にウィートマンは油田を買収し、1906年までに60万エーカーを保有した。1908年にドスボカス油田を掘り当て、スタンダードオイルと熾烈な価格競争を展開した。1910年にポトレロデリアの油田を発見し、メキシカンイーグルペトリウムカンパニーを設立した。 この事業は大いに成長して、ピアソンが保有する資産のうち1200万ポンドがメキシコ利権由来となった。1919年、メキシカンイーグルの株をロイヤルダッチシェルに売却した。そこで回収した資金はロンドンラザードを買収するのに使われた。なお、テンプレートの写真に写っている本社建物はシェルメックスハウスといって、 セルと BP の合弁メキシコ事業が1970年代まで長らく本社に使っていたものである。1919年に戻ると株式売却を機会にグループが再編され、エスピアソンサンリミテッドが持ち株会社となった。また、子会社としてホワイトホールペトロリアムとホワイトホールトラストが設立された。ウィートンは1927年に死亡した。 彼の息子世代に、ピアソンの経営方針は変わり出した。兄ハロルドが、ウェストミンスタープレスリーミテッドを立派に育て、ウィートンの後を継いだ弟クライブが、世界恐慌でメキシコとチリの電気事業を売却した。代わりに、英国南西部、つまり、グリエルモ・マルコーニと縁の深いポルドゥを含む地域で、中南米と似たような電気事業を営むようになった。ピアソンは、 ブリティッシュエアウェイズの設立に、機関的役割を担い、1941年にはアメラダ石油を買収したが、第二次世界大戦中にそうした事業から戦略物資を徴収されて、戦後1948年には電気事業が国有化された。経営者の世代交代を経て、1957年にファイナンシャルニュースを参加に置いた。 アテネの電気事業をギリシアへ売却するなどして、ピアソンはスリム化に邁進した。1969年に節税等の目的で、資本金200万ポンドの2割を株式公開し、ピアソンは、分相応の企業となった。あらり700万ポンドの約1、4は、ホワイトホール証券主会社のロンドンラザードが稼いでいた。あらりの3割は、 フィナンシャルタイムズを買収していた本社の出版事業が出所であった。そして北米の石油事業が2割を稼ぎ出していた。ものづくりは7%、ラザード以外の投資部門が15%であった。1977年にギブソン男爵が会長となった。1979年にカメコを買収した。1980年代にペンギンブックスなどの参加事業を シェルメックスハウスに次々と進駐させて、ついにハウスをピアソンの本社にした。1990年にロンドンラザードの相当な業績低下が報告され、これを受けてパリとニューヨークのラザードとも連携するようになった。1997年にマージョリー・スカーディノが CEO となった。世紀の変わり目で全体的な業績低下に苦しみ、ピアソンはダウンサイジングを続けている。 2002年に RTL グループの株を22%売却した。やがてベルテルスマンと協定して2012年10月にペンギングループとランダムハウスを共同事業とした。2015年12月、参加のフィナンシャルタイムズを日本経済新聞社に譲渡また、同年8月、エコノミストについてもイタリアの投資会社。 エクソールが約4億6900万ポンドで株式の半分を買収すると発表した。エクソールとはつまりアニエリ家である。エコノミスト株で残り半分はシュローダー、カドバリー家、そしてロスチャイルド家が保有している。なお、かつては日本法人としてピアソン・エデュケーションがあった。2010年にピアソン参加となっていた桐原書店に吸収合併され、 キリハラ書店の社名がピアソンキリハラに解消されたものの2013年に同社がピアソングループから独立して社名を元に戻し技術系書籍の出版業務から撤退2014年現在は同社を通じて英語版書籍や自書類の販売を行うほか技術系書籍についてはマルゼン出版が一部再出版しているありがとうございます